皆さんこんにちは、衆議院議員の竹本直川でございます。今日も大変な雨が全国にわたって降っておりますけれども、いよいよ梅雨真っ盛りということなんでしょうか。ところでですね、コロナワクチンですけれども、実はその台湾のですね、幹部の友人から、日本からワクチンを欲しいと、応援してくれと、こういう手紙が来まして、私も久しい、しかも向こうのそういうような人たちですから、ぜひそうしたいなと思っておるわけでございます。まあ、考えてみますとですね、台湾はそのコロナ対策で優等生でした。私が大臣をやってる時でもですね、全然その感染者の数も圧倒的に少ないし、死者の数も少ない。でその背景には、デジタルで、IT を使って、デジタルできちっと情報を整理して、例えばマスクなんかはどこにいくらあるかってみんな分かっていたと。まあ、それに比べて日本はそこまでの準備はしていなかった。その理由はですね、台湾が過去 SARS、MERS で、大変な目に遭っているから、二度とそういうことがあってはいけないということで、そういう備えをされたわけであります。ですからうまくいってると思っていたんですが、やっぱり変異種が出てきまして、特にインドのパンデミック現象が関係しているのかもしれませんが、ここでですね、急速に500人以上ぐらいの感染者が毎日出ると。台湾の人口は2400万ですから、結構その率は高いと見た方がいいと思います。そこでワクチンを急遽ですね、あちこちから協力してくれとくださいということで、蔡英文総統もですね、頑張っておられるわけでございますけれども、我々日本人はですね、昔の大変な台湾の我々に対する協力を忘れちゃなりません。東日本大震災の時に多額の金をですね、寄付してくれました。それもすぐやってくれました。やっぱりあの恩情は忘れてはならないと。その台湾が今困っておられるわけですから、あらゆる努力を重ねて、このワクチンの供与をに協力しなきゃいけないなと思っております。たまたまあのアストラゼネカのですね、ワクチンは日本で製造はしております。ただ公的な用事で日本の接種では使っておりませんので、言ってみれば余るわけでございますから、それを台湾に拠出すればどうかというふうに考えるわけであります。まあ、COVAX という考え方でございまして、先進国が途上国に対してワクチンを協力して供与するようにしようということで、日本の菅総理もですね、公式会合で3000万回のワクチンの供与を約束しておりますが、まあ、その一環として120万人分のですね、ワクチンを今回台湾に供与する方向で政府の諸々の作業は進んでいると聞いております。非常にありがたいことで、人道に沿った行為だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。そういう意味では政府はいいことをしておられると私は思っております。困っている時はですね、お互い助け合わなきゃなりません。当然でありますけども、特に台湾はですね、日本以外の国で日本を最も愛している国であるというふうに言われております。私も年に1回は必ず行っておりますけれども、そういう意味では非常に大事にしなきゃならない国であります。そういう意味で、困っておられる時にお助けしなきゃいけないということを国がやってくれていると、私としても嬉しく思っております。以上です。